はい、こんにちは、まーちゃんのまはるです。今日は、こちらですね。フラレール、機関車トーマス。おしゃべりゴールドです。はい、こちらはですね、久しぶりのおしゃべりシリーズだね。うん。1年と3、4ヶ月ぶりに、発売されたおしゃべりシリーズですね。うん。ようやくだよね。ずいぶん経ったね。おしゃべり今回はゴードンですね。うん、ゴードン来た。はい、で今回はちょっとやっぱり顔がね CG になってるのが特徴かな。うん、それとおしゃべりがやはり50種類以上入ってるみたいですね。うん、またこれいろいろ試してみたいね。うん、はい、それでは早速開けてみましょうか。うん、開けます。せーの、はい、はい、おこれ客車茶色いんだね。うん、はい、こちらがおしゃべりゴードンですね。うん、やっぱり顔が随分変わったね。うん、目がキラーンとしてるよね、やっぱりね。うんうん、前のあのジェームスとかパーシーとかもこんな感じだったね。うん、うん、はい、で後ろの、淡水車、これはくっついてますね。うん、このような感じの連結、ちょっと太めの連結になってますね。うん、でここにボタンがあって、音声が流れるということですね。うん、走りながらもちなみに流れるんだよ。そうだね。それで、ゴードンの方には単三電池1本、うん、で淡水車の方には単四電池2本必要ですね。うん、では早速電池を入れて発車してみましょうか。うん、はい、それではですね、ゴードン電池を入れてみました。では、石くん、電源をオンにしてみてください。はい、俺様はゴードンだ。おお、言ったね。うん、で、ゴードンの電源をオンにしてください。では、出発。急行列車のお手紙を、おお、言っとんな。この坂でなんていうかだね。ちょうど今喋ってたのか。おい、待てかい。じゃあコナーもちょっと走らせてみてください。並走だね、これはね。おお、トーマス調子はどうだったね。ちょっと今あっちに反応してるようだね。はい、じゃあちょっと止めてみてください。はい、じゃあここでボタン、時間通りだ。おお、止まると言うんだ、また別の音声を。うん、今聞いてた限りだとやっぱこれ新しいね、うん、音声がすごい全部新しくなってると思う。うん、またまたするな。おお、一人でに喋ってんね。うん、じゃちょっとボタン押してってみようか。はい、うん、行くよ。うん、俺様はゴードンだ。気をつけろ、ドビー。自慢のボディが進だらけになるだろう。あ、ジュースと似てんね。うん、俺様はゴードンだ。絶対俺様より早く走れないんだからな。相変わらずイバリンボな感じだね。うん、ということで今回はプラレール機関車トーマスのおしゃべりゴードンでした。